下ここ渡っていいんですけど、引っ越したの2月だったかな、まだ1年も経ってないですけど、結構懐かしい感じがします。結構土砂すごい溜まってんな。まあね、もっと川幅広いんですけど、ここら辺きれいにね、川岸を固めてね、整備したんですけどね、なんかね、この土砂がね、ここに溜まりだしたんですよね。大丈夫なのかなと思います。たまに、ショベルカー入れて土砂かき出したりしてるんですけどね、それも2年に1回ぐらいとかなかったかな。またすぐ溜まってくるんですよね。半世紀来たも働きたくないビデンです。こんにちは。10月24日の夕方の4時20分になります。はい、今日は京都に来てます。前に出したね、収入申告なかったで、健康保険料を決めるから申告せえという動画を出したんですけどね、あれからね、市役所から連絡ありまして、去年は京都に住んでたんでね、京都の方で収入の申告せえと言われたんで、その京都まで来ました。はい、で一応申告書の用紙をもらって、で書き方も聞いて、書き方聞いて、で今出てきたとこです。で今からもう帰ります。結構近いした。はい、去年の収入の、なんか申請の書類ね、もらいに京都まで行ってきたんですけどね、あれなんか、マイナンバーあるんでね、なんかそれでなんかネットで手続きとかね、できないですかね。何のためのないナンバーなんですかねって感じですけど、できるかもしれんけど、そういうのを役所の人も言ってこないんでね、ないんですかね、結構なんか書類取り寄せたりとかめんどくさいっすね。はい、それでは動画ご視聴いただきありがとうございます。ピュレンでした。ではまた。